キリュウ、てめえは。兄弟、手貸せ、この合宿を知る。堂島組長、タイマン張ってたんじゃねえのか、クゼ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、肩毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。合わぬわ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。
うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つぼで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめだからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、
食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ？料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法ならばご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過女という言葉を知ってますか？登場？登場過女。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場果樹でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんた一体？あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。
はすぐに持ってこさせます。では、私はこれで。